これより質疑に入ります。林芳正君。皆さんおはようございます。閣僚の皆様方もお疲れ様でございます。自民党の林芳正でございます。予算のこの二次補正につきまして、質問に立たせていただきたいと思います。今回衆議院でも我が党この二次補正に賛成をしたところでございますが、例えが適当かどうか分かりませんけれども、昼間少し食事を軽くして今日夜はがっつり焼肉を食いに行くぞとこう思っていて、焼肉屋行っていろんなものを注文したら今日はキムチしかありませんと、こんなようなですね、予算だと言わざるを得ない。まさに我々17兆円のこの大きなパッケージをこう提案をしておるわけでございますが、この中でほんの一部、これ今からご質疑をしますけれども、原子力の関係、二次炉の関係ということで、いずれも我々が提言をしているものでございますから、この中身について、反対だということではない、そういうことで、賛成に衆議院で回ったわけでございますが、しかしどうしてこういう中途半端な、総理自らが最初に 1.5 次補正というふうに言葉をお使いになったような、自らが認め取られるような中途半端さ加減でございますが、なぜこうなったのか、いろいろ党でも役所の方を呼んで議論しましたけれども、結局行き着くところは、総理の指示ということでございます。6月14日にこのパネルで今日持ってまいりましたけれども、こういう指示を総理が出されたということで、この補正の予算の編成が始まったわけでございます。ここにも総理自らおっしゃっておられるというか、書いておられるというか、この下から半分ぐらいのところでございますが、二次補正予算を本格的な復興対策に先行して編成するとおっしゃっておられます。したがってこれは本格的なものじゃないということをですね、もう最初からこの指示の中で入っている。こういうことでこの予算がこの規模になってしまったと、こういうことであろうかと思いますが、この総理指示を出されるときにですね、例えば野田財務大臣、それから参と合意をされた現場国家戦略担当大臣、そのほか復興担当されている他の皆さん、そういう方々と十分にご相談をした上でこの指示を出されたんでしょうか。総理にお聞きします。菅総理大臣。この二次補正が本格的な復興の対策に先行して必要だということで出させていただいたということはまさにその通りであります。そして確か6月10日でありますが、この参議院の予算委員会で林議員ご本人からもですね、当初復興構想会議の提言を待って本格的な復興に向けての補正予算も考えていたわけですが、それが6月末になるということの中で、この一時提言を待っているようなことも言われるけれども、やはりそういうものを待っていないでやれることは次々にどんどんやったらどうかと、林さんご自身からもこういう指摘もいただいております。そういう意味で、本格的な復興予算の前に、いろいろご指摘のあったものも含めて、今回、こうした形で出させていただきました。もちろん出すにあたっては、事前に財務大臣ともお話をいたしましたし、この指示に沿って、お願いを、編成のお願いをしたところであります。林芳正君。現場大臣ともご相談をされましたか。菅内閣総理大臣。個々にどういう形で、議論を進めたかは別として、基本的にこの段階で、出すということは、本格的な復興ということではなくて、まさに一次補正で、盛り込まれなかった問題で、急ぐ問題で出すということについては、
当然、現場大臣も招致をされていたと認識しています。林芳正君。ちゃんと相談しなかったということだと思いますが、現場大臣、それで大変立場が苦しくなったんですよ、総理。この三党合意というのを、現場さんと我々の石破政調会長、公明党の石井政調会長とやりました。で、ここには、次の予算、すなわちこれ、一次補正の時ですから、次の補算の時には、復旧復興のために必要な再生債を出して、本格的なものをやろうと、みんなそういう気持ちでこれ、サインをしたわけですが、この総理指示が出たためにですね、ここに総理、またその下ですけれども、国債発行に依存せずということをおっしゃっておられる。明らかにこの総理指示と、ここで我々が合意した次の時には本格的な復旧復興予算をやる、そしてそのためには復興債というものをちゃんと出して、財源を調達すると、ある意味では野党が借金をしてもいいですよということを一次補正の時にお約束というか、手を差し伸べて、その手を現場さんに握っていただいたということなんですよ。それを全く無視して、この決算剰余金があるから、この金でとりあえずやっとけというようなものをですね、ここで指示をしてしまったと、そういう矛盾があることにお気づきでしたか、総理。菅内閣総理大臣。先ほども申し上げましたが、この二次補正を急ぐようにと言われたのは、これは林さんご自身も含めて御党の男の方が言われました。で、本格的な復興予算を組むためには復興構想会議に4月以来6月の末をめどに一つの青写真を作っていただくようにお願いをしていたわけでありまして、最終的には6月の25日にそうした提言をいただきました。そういうことを考えますと、本格的な復興予算に関して言えば、少なくともその6月25日、6月末を踏まえて、そしてそれを今、基本方針にして、そして次の予算ということになりますと、当然ながら6月が会期末でありましたので、その会期よりも当初の通常国会の会期を超えていくわけであります。それに対して御党を含めてですね、会期中にも二次補正を出すようにと言われて、具体的に例えば二重ローンの問題とかですね、いろんな問題が提起されました。そういうことも十分に検討をして、この中身を出したわけであります。その三党合意の内容については、私もよく承知をいたしております。私としては、本格的な復興予算を組む次の段階では、基本的に復興債を含めたですね、これは基本法にも盛り込まれておりますけれども、そういう考え方で編成をすべきだと、そう考えております。林芳正君。さっきから私が言ったと言われるんで、私が言ったのは、復興会議の結論を待たずに、総理や閣僚の皆さんがこれ、いると思ったものは、本格的な復興予算を出せばいいじゃないですかって言ってるだけなんですよ。こんなキムチみたいなね、2兆円足らずの、しかもですね、この実際の予算は7000億ですよ。そういうものをですね、出してきているということについて聞いているんです。したがって、先ほどの答弁を簡単にまとめますと、現場さん、これは三党合意とは反することになるけど、よろしくねというような調整はされなかったということでよろしいですね。菅内閣総理大臣。どうもですね、議論の本質について私は申し上げているつもりであります。例えばですね、よく皆さん方が規模が小さいということも言われますが、例えばもちろん阪神・淡路とは震災の規模が違いますけれども、阪神・淡路の時に、
2度目の補正を組まれたのは、時期的にも118日後に出されて122日目に成立され、1回目と2回目合わせて 2.5 兆円であります。今回の補正予算を含めて言えば、1度目が約4兆、今回が約2兆で6兆円であります。もちろん本格復興に関して言えば、もっと大きな額の予算が必要なわけでありまして、そのことについてはその3党合意も踏まえ、あるいは基本法の考え方を踏まえて、当然、より大きなもので編成することになると、その本質的なことをきちんとお答えしているところです。林芳正君。総理、衆議院と違って今日片道ですから、いくらだらだら答弁していただいても結構なんですが、私が聞いているのは、この指示を出されたときに、この三党合意との調整を現場さんに委ねたりせずに、そこはもう自分で勝手にこれを出したということですかと聞いてます。菅総理大臣。ですから、先ほど申し上げてますように、基本的にこの二次補正が本格的な復興に向けての予算ではないということは、現場大臣も理解をして、最終的には閣議という形で決めますので、それは理解をしていただいたと思います。林芳正君。最終的に参与されたんですから、それは分かってます。そのやる前に段取りとして、こういうことで二次補正はやろうと思うけれども、あなた三党合意にサインした立場としてどう思うかということを事前に相談したかと聞いてます。菅総理大臣。何度もお答えしているつもりなんですが、私としてですね、どういう言葉でどういう場面で、どういう会を交わしたかというところまでは、承知をして覚えておりませんけれども、先ほど来申し上げてますように、二次補正というものを本格的なものにするにはもっと時間がかかると、その時にはまさに三党合意、あるいはその後の基本法の考え方に沿って、復興債、その場合の財源についても御党からもいろいろ提案をいただいております。しかし、そういう形ではなくて、急ぐということに限って、こういう形で出してたわけでありますから、最終的に内閣としてきちんと手続きを取って出したものであります。林芳正君。何度聞いてもおっしゃらないということはやってなかったということだと思います。したがって、この三党合意はもう破られたというふうに我々は思っているんですね。ですから、せっかくこうやってみんなで一緒にやっていこうということを、総理自ら事前の調整しない、また多分三党合意読まれながらこの総理指示を書かれたんじゃないと思うんですよ。そういうことをするからダメなんですよ。ちゃんといろんなものを見て、いろんな人と相談して、総理指示ってのは出すんですよ、普通は。そういうことを一切せずに、後で閣議でサインしたから、もう分かってるはずだと。それじゃあ仕事にならないんですよ。それはもう今までずっと言ってきたことですから、あまり重々申し上げませんけれども、それから阪神との比較がありました。総理、阪神のために、使った総額の補正予算、大体いくらぐらいかご存じですか。菅総理大臣。当時は自社政権で、私も先駆けの一員で、参加をしておりましたが、詳細な数字については記憶しておりません。林芳正君。これは通告してませんけれども、一次補正、二次補正、それからその前の年度のその前の年度ですから、二次補正、それから年度が変わって二次補正ですが、大体1兆円強ずつで、3兆円弱だったと、こういうふうに思っているんですね。で、それをさっきおっしゃった、で、それだけなんですよ、阪神っていうのは、それぐらいの規模だったんです。だから、その数字を出して、今度のね、2兆円云々っていうのは全くおかしいんですよ、規模が全く違うんですから、もっとたくさんの十分な本格的な補正を二次でやりましょうと、そのために再生債を出してもいいですよと、で、勝手に総理が決めたね、復興会議が出てくるまで待たなきゃいけないなんてことはないですから、いるものはどんどん地元の要望を聞いて、やったらどうですかと言ってたんです、それに対してこの総理指示が、そういう提案を全く無視した、自分勝手なと言ってもいいと思いますけれども、
なぜこの2兆弱の規模になったんですか、総理。菅総理大臣。いやどうも私、林議員が言われていることのですね、趣旨が必ずしもよく理解できないんです。先ほど来申し上げてますように、本格的な復興に関しては、相当大きな補正予算を組む、そしてその場合には、復興債を出して、その区分をですね、一般の国債とは区分する。まあ、そういうことも基本法あるいはこの3党合意の中でもそういう趣旨のことを決めを合意をいただいているわけです。でそういう中で、衆参いろんな議論が与野党ありまして、いやいやその本格的な復興はもちろん重要だけれどもそれを進めるには、まあ、少なくとも政府の立場で言えば青写真をお願いしていた復興構想会議の一つの提言が出てくる時期から本格化するということを考えておりましたので、それよりもっと前に対応しなければいけないことがあるんではないかというご指摘もいただきまして、まさにそういうご指摘を踏まえて、今回必要なものを盛り込んだわけでありまして、今回の復旧のある意味で復興のに先立っての予算という位置づけでありますから、規模もそれに必要なものを盛り込んだ中でふさわしい規模になっているとこのように考えております。林芳正君。委員長、必要なものを盛り込んで2兆円になったということでしたが、なぜ1兆5千億でなくて、なぜ2兆5千億でなくて2兆円なのかというふうにお聞きしています。菅内閣総理大臣。まあ、今申し上げましたように必要な、急いで必要なものを盛り込み、そしてまたいろいろとですね、この間の間でも復旧なりの問題で必要となる可能性があるものについても予備費という形で盛り込ませていただきました。林芳正君。実際には剰余金が2兆円弱あったと、その枠でやりなさいと、ここに書いてあるんですよ。これらの経費の財源は国債発行に依存せず、平成22年度決算剰余金等の既存の財源に賄うことにすると。だから2兆円なんでしょ、そうじゃないんですか、総理。菅総理大臣。まあ、先ほど来申し上げてますように、本格的な復興予算ということになりますと、規模も大きくなりますし、当然、復興債ということになりますし、その場合は復興債を一般の国債と区分してどういう形で償還するかということについても、これは御党を含めて与野党間で十分な議論が必要になると、そういう認識はもちろん持っておりました。でその中で急ぐものについて先ほど来申し上げてきたように、それに必要な予算をどのようにして第二次補正で出すか、結果として、国債というものをに、依存しない形で、組めるということでありますので、今回はそうした形で、組んだわけでありまして、もちろん今後の本格的な復興予算に、関連しては当然復興債、そしてその最終的な償還をどうするか、この議論が必要になるとこう考えております。林芳正君。基本的な違いがあるのは、復興会議を待たずにやるかどうかっていうことが一つあるんです。それから今、総理おっしゃったように、次はやるとおっしゃってたんですが、この復興債やりましょうってサインしたの、4月29日なんですよ。だからやる気があれば、何日ありました？ 2 ヶ月ぐらい、日にちはあったんですよ。その間、何やってたんですか。そして今、必要な急ぐものは入れたとこう申し上げましたけれども、それではその本格的な復旧復興、復興予算の前に急ぐものは大体ここに入っているというふうにお考えだということでいいですね、総理。菅総理大臣。そういう趣旨で、編成をいたしました。林芳正君。それではお聞きしますけれども、まあ、衆議院でも予算委員会で取り上げられておりましたが、例えば海岸堤防、
JR 第三セクターの復旧、水産、冷凍施設の復旧、そういうものが全く入っていない、もしくは極めて限定的な数字になっているというふうに言わざるを得ないんですが、こういうものは今必要ないというふうにお考えですね。大畑国土交通大臣。林議員からのご質問にお答えを申します。国土交通省関係のご指摘もございました。ただいまの夏場の高潮等を防ぐための堤防の防潮堤の復旧予算等はどうしているのかと、こういうご質問でございますが、第一次補正予算の中に私ども国土交通省関係1兆1500億円程度の予算を通していただきましたので、これで海岸関係は190キロ崩れましたけれども、その荒廃地に重要なものがあるという49キロのところについては、この第一補正予算の予算で応急でありますけれども、護岸といいますか堤防を築く、防潮堤を築くと、こういうことにさせていただいております。また鉄道のお話がございましたけれども、この三陸沿岸の第三セクター関係の鉄道については町づくりとも絡んできますので、この町づくりの中で今検討していただいてまして、これについては国民の皆さんが再び安心してご乗車いただけるような鉄道の復旧のために、今回は第三次補正予算の中に組ませていただきたいと考えております。また道路等でありますが、三陸沿岸の道路については、なんとか早急に仕上げてほしいというご指摘もございますので、これについても私どもとしては第三次補正予算の中に組ませていただきたいと思います。その他空港あるいは港湾あるいは道路鉄道等、とにかく今やらなければならないものについては第一補正予算の中で必死に復旧をやっているところでありまして、その他の本格復旧については第三次補正予算の中に組み込ませていただきたいと考えているところであります。林芳正君。本当に大畑大臣の答弁を聞いてて気の毒になるんですが、一言総理指示の時に相談していただいて、例えば190分の40以外のところはですね、3時を待たずして2時で計上しておけばいろんな事業進捗するんですよ。なぜそういうことがこの1、2、3の中に入ってないんですか、総理。菅総理大臣。先ほど来私は一貫して申し上げていると思いますが、確かに急ぐもの、そして、本格的な復興の場合はある程度のきちんとした青写真を作って、で地元の合意を得て、そして予算に組まなければならないもの、いろいろとあると思います。先ほど冷凍設備の問題を言われましたが、私も釜石に行ったときにそのことを言われて、今回の二次補正の二重ローンを解消するそのスキームの中で、そうした施設についても手当をさせていただきました。そういう意味で、急ぐものについて、今回、この二次補正で出させていただきまして、そしてさらに本格的なそうした復興について、次の三次補正で、手当をしていくというのは今大畑大臣が言われた通りの認識を私は持っております。林芳正君。大畑大臣が言われた通りではなくて、総理がこういう指示出しちゃったからああいう答弁せざるを得ないんですよ、ね、で水産のこと今おっしゃいました。193億円この二次補正に、二重ローン関係経費ということで入っていますが、農水大臣をお尋ねしますけれども、これは共同利用施設の冷凍施設ということですから、民間企業が持っておられるの冷凍施設は対象になっていないというふうに聞いております。その通りでよろしいですか。農林水産大臣。総理からもお話ありますとおりに、今回のこの補正におきましては、被災地の漁業が最盛期を迎える秋に向けて、このどういう応急的措置を講ずるかと、そういうようなことから、まさしく施設の修繕なり
あるいはまた機器の整備なり、まあ、いうふうなところに重点を置いたわけでありまして、その際は共同でやっていただく事業というふうなことを対象にしたわけでございます。まあ、そういう意味で今後この今委員からのご指摘の件につきましては、本格的な漁港なり漁業なり水産業のこの復興に向けてどういうふうな施策を講ずることができるかというふうなことで考えていかなきゃならないことだと思っております。林芳正君。今大臣おっしゃっていただいたように、共同利用施設はみんなで一緒に使うというところだけであります。全体的にはもうこの何十倍もの損害が出ているわけで、なぜこれ193億になってしまったのか、これも総理指示なんですよ。二重ローンに関係あるとか、そのものをここでちゃんと言わない、水産業の復旧復興ってことを言わない。この間の委員会で私をお尋ねしたように、あの時は総理何とおっしゃったかというと、復興会議のものを待たずにやっていただくことを妨げないというのはですね、非常に後ろ向きの姿勢でした。だから本当にそういう気持ちがあるんだったら、ここにしっかりとですね、水産業の復旧復興のためのってここに項目立てすればいいのに、それがないから今言ったようにあの手この手で何とかっていうんで共同利用施設の193億にとどまってるんですよ。本当はそんな何十倍もあるのをご存知でしたか、総理。菅総理大臣。まあ、水産関係で言えば、例えば海岸がかなり地盤沈下をしている地域も私も視察でいろいろ話を聞いてまいりました。まあ、そうしたことまできちんと復興していくには相当大きな事業になるわけでありまして、そういう意味で今林議員の方から冷凍施設についてのご指摘が質問の中でありましたので、それについてはこの二重ローンの対策の中で少なくともある程度は盛り込ませていただいたと。しかし全体はもっともっと大きな事業になると考えております。林芳正君。さっきはこれで大体十分だとおっしゃった。しかしいろいろ詰めていくとこの程度というか一部というような言い方をされる。それでね、総理、さっき私が申し上げたように総理お認めになりたくないんでしょうが、財源の制約があった、国債出さないなんておっしゃるから、復興債もまだできてない、ですから この財源の中にとどまってるんですよ。だけどその中でも予備費を8000億も計上されてらっしゃるんですね。だからこれ例えば8000億じゃなくて7000億にすれば、今の193億は途端に1193億になるんですよ。ね、どうしてそういうことされないんですか。何も考えてないからか。菅総理大臣。私は何度もお答えしてると思いますが、つまり、林議員も、与党長く経験されているからお分かりだと思いますが、予算を組んで、そしてそれを執行していくわけでありますので、どうしても急いでやらなければいけないこと、あるいは次の段階で手当てをすることが可能というかですね、あるいはそれをある程度ちゃんとした青写真がなければですね、すぐに工事に入ろうにもどういう港湾を新たに整備をするかという計画が必要なものがありますから、そういう意味で急ぐものについてまずこうして盛り込んだということはきちんと答弁させていただいております。林芳正君。ですから共同利用施設以外の冷凍施設、民間の方がやっておられるようなもの、これは急がないってことですか。遅くなっちゃうよ。菅総理大臣。何度も申し上げましたように、まずはこの旬という言い方を多くの方がされますが、その時期その時期に向けて急いでやっていただきたいという中に冷凍施設についてもお話がありました。もちろん全体からすればですね、冷凍だけではありません。いろいろな加工施設等々、それからそれを民間でやられること、しかし多くの場合民間でやろうとすれば二重ローンの問題が起きますので、そういう二重ローンにならないように
共同的な形での施設を作ると、そういうことも私は時期に合った政策だということで盛り込んだわけでありまして、これで全てが終わったということではなくて、何度も言ってますように、本格的な復興予算はきちんとこれから作っていこうということでありますので、それが次の段階できちんと間に合うように、本格的復興予算は組みたい、組むべきだと思っております。林芳正君。皆さん聞いていてお分かりのようにですね、総理はあそこ行かれてこういうのやった方がいいと思ってらっしゃるんだけど、それを総理の権限を使ってきちっと予算にどうやってしたらいいかっていうのがどうも分かってらっしゃらないということだと思います。ですからこの総理指示もどなたかがまあ書いてですね、これで結構ですかと言っていいねと言っておっしゃったようなことだと思いますけれども、そういう文書を作るときも残りわずかだと思いますからあまり申し上げませんが、もう少し丁寧にやられた方がいいと思いますよ。こういう文書っていうのは本当に大事な意味を持ってるんです。ただこれやっといてねっていうこととは違うんで、ここに書いたことで全部補正の作る査定とか動くんですよ。だからそういうことをよく考えて、あそこに行かれてこういうのは必要だなと思ったら、それが入るためにはここでどういう文書を書いたらいいのかってことをよく自分でも咀嚼をされて、農林水産大臣とよく相談をされてから指示を出すということをやっておかれた方が良かったかなとこう思います。今からまあ遅すぎるかもしれませんが、まあそういうような非常にですね、私キムチが嫌いで言ってるんじゃないんです。キムチ好きだからこれ賛成するんですよ。これもいるから。だけどキムチだけで焼肉食いった人がね、あ、よかったなと思うかってこういうこと言ってるんです。全く足りないんですよ。そこで、まあ、さっきから第三次第三次という言葉が出てきます。で、我々本当は二次補正でやれといったことを今度三次補正でもやっていただかなければいけませんが、まあ、このことはもう総理にお聞きしてもしょうがないんで、三次補正のことはですね、野田大臣にお聞きしますけれども、復興債、三次補正の準備、この着々と進められていると思いますが、今どういう状況でしょうか。野田佳彦財務大臣。6月25日に復興構想会議から青写真が出ました。それを踏まえまして現在政府内において復興に向けての基本方針を議論をさせていただいております。で、その基本方針は今月中に取りまとめるという、まあ、そういうスケジュール感で進めております。で、その基本方針の中にはですね、復興財源の議論も当然大事な議論になってまいります。復興債の償還期間どうするかとかですね、財政的な手当どうするか、そういう議論を今精力的に行っているところでございます。林芳正君。ぜひ遅れないようにやっていただきたいと思いますが、まあ、その中で、桜井副大臣がですね、これ7月6日に二次補正、作業始まったぐらいだと思いますが、今おっしゃったような作業、それから来年度の概算要求もありますね。これ遅れないようにやってもらいたいと思いますが、まあ、そういうことをこれの二次補正とやることについて、まあ、これ毎日新聞の記事でございますが、中途半端なこと括弧二次補正をやって大事なものが先送りされれば本末転倒だという、まあ、危機感をあらわにされておられますが、今実際作業されておられて桜井副大臣いかがでしょうか。ちゃんと進捗しているでしょうか。桜井光財務副大臣。林委員にお答えしたいと思います。私、一次補正が終わった後にですね、地元の方々から、こういった部分が足りないと、まあ、例えば水産加工業者の方々からですね、予算が不十分であるとかですね、まあ、多くの指摘を受けてまいりました。ですからそういう意味ではですね、二次補正予算案を早期に提出しなければいけないという思いはですね、これは総理と全く同じでございました。ただ問題は、その二次補正を提出する時期がですね、あまりに早すぎて、早すぎてというのは、地元の要望が本当に吸い上げられるんだろうかと、その期間が十分にあるんだろうかということを危惧しておりまして、その地元の声が上がらないままですね、二次補正予算が組まれてしまうとですね、まあ、今そこに申し上げたとおり中途半端なものになってしまって、その復興復旧復興に対してですね、十分な手当てができないのではないかと、まあ、そういう危機感があって、そういうことを申し上げました。
こうやって、補正予算通していただけるものと思っておりますが、先ほど予備費が問題になっておりましたけれども、むしろ逆に申し上げればですね、自由に使えてくるお金というのがあるわけですから、今後その二次補正で不十分な点は、なるべく早くにですね、被災地から声をお伺いして、きちんと手当てすることによってですね、十分な復旧復興ができるようにこれから前向きに取り組んでいかなければいけないと思っております。それから三次補正やそれから来年度予算については今大臣からご答弁があったとおりでございまして、こういったことがあるからといってですね、遅れないように全力を尽くしていかなければいけない、そう思っているところでございます。林芳正君。まさに三次補正に向けての作業も大変大事なことでありますが、一方来年度の予算編成というのは大変大事なことであります。で、財政運営戦略というのを去年お作りになって、これをですねどうするかということもこの予算編成と同時に、あるいはやらなければいけないんではないかと思っていますが、これちょっと通告してなかったんですが、野田大臣、この財政運営戦略去年作られたやつ、今回の予算編成と同時に少しリニューアルするというかアップデートするというおつもりありますか。野田佳彦財務大臣。財政運営戦略はこれ向こう10年間の財政健全化の道筋ですけれども、中期財政フレーム、これ3年間の財政健全化の道筋については、毎年年の半ば年王に見直すことになっています。でそろそろもう年王なんですけれども、今回の作業にあたっては税と社会保障の一体改革の成案、そしてその後の復興財源の話、この2つの作業を終えた後にその中期財政フレームの見直しの作業をさせていただきたいというふうに考えております。林芳正君。そうしますと、先ほどのスケジュールでいきますと、少し例年の概算要求のスケジュールは後ろ倒しになると、こういうことでございましょうか。財務大臣。例年平年度ベースですと大体7月に組み替えの基準等を作って8月までに各省から要求を出していただくという作業になりますが、先ほど申し上げたとおり中期財政フレームの見直しが復興財源の検討の後になりますので、当然のことながらその組み替え基準要求少し作業はずれていくことになるかと思います。林芳正君。櫻井副大臣が悲鳴を上げないようなスケジュールできちっとやっていただきたいと思いますし、我々すでに、町村委員会、震災後の経済戦略に関する特命委員会の中間報告で所得税や法人税等の、これは消費税除く期間税という意味ですが、もので、道筋をきちっと償還の道筋を示すべきということを踏み込んで提言をしておりますので、ぜひこれを参考にしていただいてですね、概算要求を一般の会計予算とこの復興財源を分けてやることによって、なるべく去年お決めになった財政運営戦略、特にこの3年のフレームは私不十分だと思ってますけれども、しかしここより後退することがないようにですね、ぜひ頑張っていただきたいと思いますが、いかがですか。野田財務大臣。大変貴重なアドバイスとして受け止めさせていきたいと思いますし、そういう趣旨に沿って作業をさせていただきたいというふうに考えております。林芳正君。総理、こういうふうに答弁していただくとあまり時間もかからないし、聞いている方も気分がいいと思うんですよ。ぜひそういうことを心がけていただきたい、そのことをお願いして私からの質問は終わりにさせていただきます。ありがとうございました。関連質疑を許